チェルニウツイ州は、ウクライナ西部の州、ルーマニア、モルドバと国境を接する。カルパチア山脈と山のふもとに広がる、丘陵地帯は、徐々にドニエストル川とプルート川の間に広がる狭い、森林化した平野へ変わる。州都はチェルニウツイ。ロシア語名は、チェルノフツイ州である。チェルニウツイ州の面積は8097平方キロメートルであり、ウクライナ国内の 1> 約1.3%を占めている。州内には全長 10km 以上の河川が75ある。最大の河川はドニエストル川、プルート川、シレト川である。州は3つの地帯に分けられる。プルート川とドニエストル川の間の森林ステップ地帯、カルパチア山脈とプルート川の間の山徳丘陵地帯、カルパチア山脈のブコビな部分で知られる。 山岳地帯である。チェルニウツイ州は、イバーノフランキーウシク州、テルノーピリ州、フメリニツキー州、ビーンヌイツヤ州、ルーマニア、モルドバと接している。州内のウクライナルーマニア国境はおよそ2 2 6トルウクライナモルドバ国境は1 9 8トルである。チェルニウツ州は、1940年8月7日、ソビート連邦がベスサラビアと、 北部、ブコビナを占領した際に設置された、ルーマニア王国の行政区画の一つであったツイントゥル、スチャバ北部を元としている。この地方における人類の定住は数千年前に遡り、新石器時代には、ククテニ文化が栄えた。中世には、モルダビア公国の一部となった。1775年、ブコビナは、ハプスブルク君主国に併合された。 1812年、ベッサラビアがロシア帝国に併合された。1918年、ブコビナ、ベッサラビアは両方ともルーマニア王国に併合された。ヘルトザ地方は、1859年にワラキアと合同するまでモルダビアに属し、後にルーマニア王国領となっていた。歴史的な地方を色分けした図。赤は北部ブコビナ、青はヘルトザ地方。 緑は北部ベスサラビア1940年の1941年にかけ数千人のブコビナ住民がシベリアやカザフスタンへ追放され1941年6月13日にはその一部である1万3000人が追放された追放者の属する社会的階級は皆異なっており知識階級元公務員ビジネスマンらであった 標的となったものの大多数は、ルーマニア人だったが、同様に他の少数民族も多く含まれていた。ソビエト支配下にいたブコビナのルーマニア系住民の抗議がソビエトの荒烈な報復的実力行使を招いた。1941年の冬から春にかけ、ソビエト軍は、ルーマニアとの国境を渡り入国しようとする多くの集団へ向け発砲した。 1940年の9月17日から11月17日の間、ソビエトとナチスドイツの間で同意がなされ、チェルナウチ州在住のドイツ系住民ら43,641人がドイツへ移送された。第二次世界大戦中、チェルニウチー州はルーマニア王国に再獲得され、州内にあったユダヤ人コミュニティは大規模に破壊され、 ユダヤ人たちはゲットーから追放され、強制収容所でおよそその60%が死んだ。1944年にソビエト軍がブコビナを脱回すると多くの住民はルーマニアへと逃れ、その結果州は深刻な過疎に陥った。統計が示すように戦争によって地方の民族構成を変えてしまった。1940年大雑把な割合で示せば、 ウクライナ人476、ルーマニア人282、ユダヤ人110、ロシア人58、ドイツ人52、ポーランド人27の構成であった。ルーマニア人の数が十分に激減した一方で、今日はユダヤ人、ドイツ人、ポーランド人が統計上わずかな人数となっている。1991年12月1日のウクライナ独立時、 チェルニウツィ州住民の92%がウクライナ独立を支持した。チェルニウツィ州には11の行政区画があり、ライオンに属さず独立した2都市がある。2001年ウクライナ国勢調査によるデータ。モルドバ人とルーマニア人を2つの異なる民族として別のカテゴリーにすることは在ウクライナルーマニア人組織から批判されている。しかし、調査を当社すべてが 自身の民族を欠かされており、どの特殊な調査への質問を回答しようがしまいが、すべての疑問にどんな回答も示されなかった。算出方法の詐欺行為に何の申し立てもされなかった。しかし、州内のルーマニア人コミュニティの一つが、ルーマニア人とモルドバ人を別の民族集団とし続けていると批判している。九百三十年にルーマニア王国が行った調査によれば、 あとに、チェルニウーツィ州となった地方には80万5642人の住民がいた。47.6%がウクライナ人、28.2%がルーマニア人だった。その他に、ユダヤ人8万8772人、ロシア人4万6946人、ドイツ人およそ3万5000人、ポーランド人1万人、ハンガリー人1万人がいた。 二つの世界大戦の中間期、ルーマニア王国のチェルナウス県には30万6975人の人口があり、そのうち13万6380人がウクライナ人、7万8589人がルーマニア人だった。ストロイネツ県には7万7382人のウクライナ人、5万7795人のルーマニア人がいた。 ホティン県北部の人口はおよそ70%がウクライナ人、25%がルーマニア人だった。ヘルトサ地方はほぼ100%がルーマニア人だった。大きな統計の変化は第二次世界大戦中に起きた。1940年以降にソビエト連邦がこの地方を獲得するとすぐ政府はおよそ4万1000人という ルーマニア人を追放するか殺害した。同時期にウクライナソビエト社会主義共和国からウクライナ人の流入が奨励された。ポーランド人の大半がソビエトの実力者によって追放され、ドイツ人はその大半がドイツへ送還された。1941年から1944年にルーマニア王国が支配権を支中に置いていた時代。 ユダヤ人コミュニティが破壊され、強制収容所へ送られたり殺害されるなどして、人数が激減した。主要民族ごとに、自分たちの母国語を、州の公用語と主張しているため、人口ごとの言語は90%超の、民族構成に密接に反映している。ありがとうございます。